はい、こんにちは、カズボウです。海症候群3、続きやっていきたいと思います。前回第1章、キサラギ駅ってね、都市伝説でね、まあ有名かな。キサラギ駅ってね、まあ実際にはない駅の真相みたいなね。だから面白かったよね。なんかその駅の中にも、隣の駅もなんか見たことない駅とかで、まあ現実とどうつながってるとか、ものその行き先には何があるとか、まあ本当に、そういう話なんかわかんないですけど、まあそれをゲームに、された感じかな。だね。あ、実際はそうなんかなみたいなね。ゲームを続ける。セーブしてなかったね、今ね。お、菊川警察署、特務課。そうだね、警察か。そうだね。どうも皆さん、中川です。先日は緊急の怪異事件に対し、遅くまでご協力いただきありがとうございます。何？俺のいない間に何かあったの？捨てるくせに。事前に話は聞いてるだろう。異世界に巻き込まれた彼女の話だ。人づてに聞いただけで詳細は知らんよ。はい、そういうわけで今回はその件で皆さんにお知らせがあります。先日怪異、第二被害もなくこのまま解決といきたいのですが、どうにも引っかかる事柄が多すぎるのです。どういうことだ？ここ2ヶ月間、菊川市とその周辺で相次いでいる奇妙な噂が流れているのをご存知ですか？そういえば聞くわね。最近、行政機関にそぐわないオカルトじみた、奇天烈な通報が多いって。いたずらにしては数が多すぎるって、窓口の女の子が頭を抱えてたわ。その通りです。あまりに報告例が多いので、地方の匿名掲示板でも噂が広まっています。そこで調査を開始したのですが、一つ一つの事件を深く突き進めていくと、ある一つの共通点が浮かび上がりました。共通点？怪異の通報、目撃例がある規則によって集中しているのです。まるでその日が怪異全体の活動日であるかのように。何？ははあ、そりゃ不自然だね。絶対何か裏があるね。これまでの経験則から、怪異の目撃発生に決まった法則性はありませんでした。それは怪異そのものが持つ漠然とした不鮮明な意識が不規則な流れを生むからです。しかし今回は違います。明らかに人の意思が働いている。いいならば人為的な何かを感じます。だったら考えられることは一つだ。俺たち特務課の上に立つ怪異専門の研究機関が関係しているんだろう。氷室さん、あなたは恐ろしいことを言いますね。軽はずみな発言はやめた方がいい。それで私たちはどうすればいいの？特務課として働いてください。動いてください。そして不必要な詮索はしないように。参ったね。では規則性からして、明日は怪異が発生する日だと予測されます。それぞれ指定された持ち場につき、軽快なパトロール体制をとってください。限界な体制だね。以上で話は終わりです。はい、終わりです。限界な体制をとってください。限だわ。なんかいきなり見慣れた感じ出てくるとね、逆に動かせんのかい？動かせんの？なんだ？うんざりしない？毎回毎回。それが仕事だろ？どうした？柄にもないな。もっとぶっちゃけていい？いえ。実家に帰りたい。ガチで。上層部のことはこちらで処理します。自分の仕事だけ考えてください。ひもちゃんさ、一つ聞きたいんだけど。なんだ？どうしてあのバカ逃がしたの？誰のことだ？小暮だよ、あの小僧。え、小暮って誰だっけ？答える。ああいうやつは力でねじ伏せたところで何も変わらない。また同じことを繰り返すだけだ。あいつにとって一番効くやり方をしたまでだ。どちらにしろ次は容赦しない。いいね、その感じ。なんかいたっけ？ちょっと忘れちゃったわ。ああ、セーブできんだ。で？うちの連中だったよ。やはりそうですか。何を焦ってるんだろうね。異世界やら怪異やらいろいろ実験してるっぽいわ。来てほしくない日が来てしまった。正直どんな未来しか見えません。おい、俺の情報をもとに派手に動くなよ。消されるぞ、お前も俺も。あなたも気をつけた方がいい。全て見透かされた上で泳がされている。ああ、泳がされてるね。
でも深入りしてないからね。まだ死んでねえんだわ、これが。どうします？そろそろ蹴りをつけますか？上等じゃないの。なんだ？なんだなんだ、何の話になってんのこれ。チャプター2。次何の話だ次。え、なんだこれ。すげえ。すげえ。なにこれ。すげえリアル。こういうゲームになっちゃった。なにこれ。マジで。え、待って、みことちゃんになってる。ちょっと待って。なんか全然、ちょっとさ、マジなんだこれ。ちょっと違うんだけど。違うゲームになっちゃったけど、どういうこと。ちょっと待って。あ、みこと、今いつもの事情聴取中だから、用事があるならまた今度ね。それで？だから、さっきから何度も言ってるじゃないですか。カジロ君、質問した内容の答えが数分おきに変わってるぞ。あのですね、あの状況を冷静にまともに思い返せる方がよっぽど不自然なんですよ。あ、なるほどね。今音的にね、でかくないかなと思ったけど、そんなでもないね。ああ、なんかね、すごいね。いいな、これ。これ紫色のとこ次の場所なんかな。バッティングセンターだって、何すんの？ゲーセンある。何なんですか？いきなり。お、誰だ？お、あら、奇遇ね。こんにちは。そうだ、姫野さん。そうだ、姫野さんだ、この子。私のとこでバイトしてみない？え、それはどういう？ほら、実家が神社だから。まあ、じゃあそれって巫女さんってこと？うん、あなた可愛いし、衣装も似合うんじゃないかしら？客寄せパンダ的な意味で。右行けんね。あー、なるほどね。あ、警察署に行って、警察署。どこに行く？医務室。なんだそれ。はいはいはい。喋れない。あ、喋れないか。みんな、仕事中だね。死後は慎むように。いいのかな？警察勝手に入ってなんかいろいろ調べてるけど。まあ、知り合いだからいいのかな。奥迎え。あ、ここさっき座ってた場所だ。あ、一人しかいない。誰だこれ。誰かと思えば。こんにちは。久しぶりだね。俺が怖くないの？金森さんから聞きました。あなたが日村さんを助けるためにいろいろ動いてたって。ふーん。で、話は終わりかよ。終わり。なんだったっけな。多分1とか2やれば、なんか思い出せると思うんだけど。なんとなくしかもう覚えてないけどね。まあでも、みことの家。あ、ちょ。違う。ちょっと待って、絵が出てくるの面白いな。家ってさ、玄関開けて1個しかない、ただ広い部屋に。じゃあ、もうなんかこんな感じだ。これは？あれ？雑居ビル。シナリオが進行します。どうしよう、はい。あ、途中でこういうのあるから、え？やっぱいろいろ見ながら行った方が面白いよね。もちろん。え？明日いきなりですか？おうよ、俺っちの勘が正しければ、明日絶対に何かが起きる。山奥まで車飛ばすから、準備しとけよ。いやいやいや、加賀さん、正気っすか？遊んでる暇なんてないんすよ。締め切り間に合わなくなりますよ。だからってストックしといたしょうもねえ記事を書くってのが、目の前に美味しいネタがあるのによ。美味しいネタって？なんすか？さっきも言っただろうが、ここ最近怪異の目撃談が急増してんだよ。次の記事はついにできちゃう。
噂の心霊スポットで怪異遭遇に決定な。ああでも噂の怪異さんが現れなかったら、バカ野郎、確信してるって言ってるんだろう。少なくとも何かは取れるだろうよ。何かって、このバカはすぐに口滑らすから言わねえが、ある特定の日に怪異が複数目撃されるのは調査済みなんだよな。さらに言うなら怪異の発生源は東から西に流れているとくれば、次はあのガチでヤバいネタなら噂の刑事さんたちに相談してみては。いやもうしてるんじゃね。だから出し抜くじゃなくて協力してやるのさ。こんだけやべえ事態が起きてること、俺っちの情報の収集能力とこのカメラで証明してやらねえとな。もう好きにしてくださいよ。なんだ何をしてんだ。あ、今の部屋か。じゃあ加賀さんに何か用があるんですか。いや別にこれなんだこれ。加賀さんに、加賀さん、よう美琴ちゃん、わざわざ来てくれて悪いが今日は忙しいからまた今度な。なんだ来てやってんの。シナリオ進行がどうとかって言ったよね。ここは、あ、矢印が出てんね。そろそろ家に戻ろうかな。あーなるほど。すげえな家って、これこれどっかの土地なんだろうな、わかんないけど。みこと、お客さん来てるわよ。え、誰だろう。え、これ誰だ。はるちゃん、みこと、お姉ちゃん久しぶり、元気してた。この、こういう子いたっけ。ちょっと待った、まあ見直してみましょう。だけど見直したらわかるんだけど、ちょっとまあ進んじゃう。うん、元気してた。そうだそうだそうだ、こんな子いたな。そういえばなんか思い出してきた。新しいお家にはもう慣れた。うん、春子引っ越してばかりだよね。じゃあ今度遊びに行くね。待ってる。だから要は1とか2でその一人かくれんぼしてる時とかの話とかね、そういう感じなんや。翌日、よっしゃ、腕が鳴るぜ。もうすげえな。ベテラン新聞記者、加賀剛かな。いざ、出陣だ。加賀さん、朝からテンション高いっすね。ああ、当然だろ。お前こそ、昨日に比べるとやる気出てんじゃねえか。そりゃ、ピクニックですから。あんな新曲製とこで作業してるよりは全然いいっすよ。よく言った。俺たちの武器は、紙とペンじゃねえ。この馬力とマイカメラよ。同感っす。あ、やべえ、編集長から電話だわ。あ、俺にも来てるっす。俺たちは何も見てない。そうだよな。す。今目に映ってるのは山だ。でっけえ山だ。特大スクープという名のな。加賀さん、今日は名言出てますね。あ、ところで今回の具体的なターゲットって何すか。え、幽霊ですよ。心当たりあるんでしょ。あ、そうだな。とりあえず、3回さんか2回さんか。の中間あたりに古い集落があるんだよ。そこが昔からの有名な心霊スポットでな。車が転落したり、肝試しに行ったヤンキーが発狂したり、あげたら切りないわな。うわぁ。とにかくここは穴場だぜ。心霊スポットとしての信憑性は日に日に増すばかりだ。加賀さん、山はやばいっすよ。あ？山にまつわるオカルトはやばいものばかりっす。このさ、実写的なもんいいよね。山の毛って知ってます？娘を連れて山にドライブに行った父親の話なんですけど。面白そうだな、聞かせろよ。その日は休みで浮かれてたんでしょうね。ドライブ中、いたずら心で娘を驚かせようと父親が山の脇道に入ったんですよ。この A さん、いいよね。そうしたらなぜかそこでエンジンが停止しちゃって、携帯もつながらない。近くにドライブインもない。仕方ないからその日は車の中で逼迫することになったんです。そんで深夜、娘と二人で寝てたらどこかともなく転送滅、はい、転送滅って声が聞こえてきたんです。
怖くなった父親はたまらなくなって目を開けました。そしたら白いのっぺりした何かがめちゃくちゃな動きをしながら暗闇の中から車に近づいてるんですよ。おお。父親は娘が起きないように声をずっと我慢していました。そいつが車の傍らを通り過ぎるまで、そばか、そばを通り過ぎるまで何分経ったかやっと声が遠ざかって、後ろを見てもそいつの姿がない。父親はほとんど安心しました。しかし何気なく横で寝てる娘の方を見てみると、あーなんだこれ、化け物が窓から覗いてたんですよ。そいつは頭がありませんでした。胸のあたりに顔がついていて、恐ろしい顔でニタニタ笑ったんです。あのクロノトリガーのヌーみたいな感じかねさっきの来た時それ見えたんだよね。この野郎、父親は激高しました。おお。そうしたら娘は飛び起きてしまったんです。父親が謝ろうと娘に声をかけたところ、わあ、はい、入れた。そして次に娘が発した言葉は、天相滅。あーなんだよもう。長谷川くん、はい。やばそうだったら帰ろう。天相滅だって、チャーシュー麺とか、あ、なんかあったよね。あ、うん、あったね。うん、これ、あ、あ、この人になったんだね。加賀さんになって、なんであの、みことちゃんだけなんかあの、絵がさ、左になんだろう。なんて言えばいいのあれ。全身なの。三回さんってものはようやくつきましたね、三回さん。ああ。で、これなんか昔やってたフリーゲー思い出すわ。そういや、加賀さん。以前もここに来たことあるんですか？ああ。稲田さんのロケの付き添いでな。あの時は特に何もなかったが。稲田さんってあの有名人の？うわ、すごいじゃないですか。人脈パないですね。稲田さんってあの有名人のって、もう一つのお笑いコンビしか思い浮かばねえんだけどね。まあ、収穫なしだったけどな。今回はそのリベンジだぜ。あ、びっくりした。自分でコマンド開いてびっくりしてる。え、ここは何もないよね。これ RPG の癖みたいななんてさ、収集家カズボーじゃないけど。お、見えてきたぜ。え、なんでこんなところにコテージが？どっかの金持ちのじいさんが趣味で建てたらしくてな、猟銃でバンバン撃ってたって話だ。はあ、おっかないですね。今はご覧の通り廃墟だ。こっから見える景色は絶景だがな。こっから見える景色は絶景だがな。中は絶景。全中も絶景じゃん。違う。と、荒れてますね。荒れてますね。お。うわー、すごい景色っすね。だろう？わざわざ来た甲斐があったってもんだぜ。すげえ景色だな、ほんとにな。すげえ景色だ。うん。で、あれ？加賀さん、森ばかりで例の廃墟が見えないんですけど。それはこっから結構歩くからな。めんどくさいな。望遠鏡持ってんだろ？とりあえずそれで廃墟を探してみろよ。え、なんかあんのか？ミニゲームみたいな。望遠鏡。どうだ？森しか見えないっす。マジか、ちょい確認するわ。あ、やっぱ動かせる。森しか見えないっす。何もないっすね。ないっすね、ほんとにね。紅葉が綺麗ですね。え、加賀さん、ここ動物スポットですよ。イノシシ見つけました、俺。え、マジでどこにいんの？どうもこっからじゃ見えねえな。でしょ？もう降りていくしかないですよ。いや、もうちょっと、ん？なんか来た。だって、え？あ？加賀さん見えますか？あの変な白い物体。なんだあれ？ああ。
なんだあれや、人間か、なんだあれ。姿形はそうですけど、なんかやばいっすよ、なんだあれ。変な動きしてるし、裸っぽいし。おいおい、マジかよ。俺っちの海が当たっちまったよ。これはスクープだぜ。でも加賀さん、ただの危ないやつかもしれないっすよ。あまりにはっきり見えますもん。なんだあれ。何あれ。よし、確認するぞ。大丈夫ですか？すごい不安なんですけど。もしもだ、あれが遭難者だったら俺たちが保護しなきゃならんだろうが。どちらにせよこりゃ使命だぜ。そういう弁解にしか聞こえないんですけど。え？あ、出れた。もうちょいだけやろうか。あれ面白かったな。坂を降りていきますか？はい。え、何やん、なんであれ白いの？ふう、案外すんなり行けましたね。よし、このまま奴のところへ行くぞ。気合入ってるなぁ。奴のところ右、ここなんか行けない？でしょうね。かなりガタが来てるぞ。足元気をつけろよ。了解っす。この先まっすぐ進めば例の廃墟だ。カメラの準備はいいな。なんか何かあんの。 OK っす。もうなんか不審しかね、ほら不審しかない。セーブ推奨、不審しかない。石がある、穴がある。なんだこれ。なんかいける。先は真っ暗で済むのは危険だ。またそういう感じか。で、神社がある。え？あれ骸骨だね。うわ、見てくださいよこれ。ドクロみたいな形してますよ。君はあれ岩っすね。岩か。そいつが村の入り口の目印だ。こっからが本番だぜ。え、なんだなんだなんだ。待て。どうしたんすか？おい、何か歌声が聞こえねえか？歌？長谷川、こっから確認するぞ。でかい声出すなよ。は？なんすかあいつ。奇妙な踊りしますよ。あ、頭やばいんじゃないですかね。なんだあれ。なんだあれ。加賀さんどうします？行ってみますか？バカ野郎。あれはどう見ても普通じゃねえぞ。このまま一旦様子見だ。ですよね。多少アングルは諦める。もっと離れた場所からカメラを狙うぞ。了解っす。あ、目。うわぁ！ああぁ！あはせが逃げるぞ。ああ。何やってる？早く走れ。なんだあれ。あれだよ、あれ。なんだっけ、あれ。土産入道みたいな。はせがどこ行った？追ってきやがった。はせ。何やってんだ？長谷川さん。どっからですか？はい。ということで、今回こだわりたいと思います。なんか、出てきたね。あれ、多分、ゲゲゲの鬼太郎に出てくるよね。なんか、地蔵に、なんか一つ目地蔵みたいなの出てきましたけど、あれ、どうやって逃げんだろう。左側の穴の中暗いから多分逃げれないか、下行くんかなとか思いますけどね。次回、あそこからやってみましょうか。ね、下は分かりやすいですもんね。前回なんだかね。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。だからいつ出てくるか分かんないってことだよね。いや、すげえ楽しみ。こっから先。だって2章だからまだ何章かあるはずだからね。相手が人間だったら使えるが、怪異相手じゃ役に立たない。穴が開いている。覗く。怖いんだけど。